はい、どうも皆さんこんにちは、ひとです。ということで今回はね、まああれですね、僕がなんで助っ人外国人選手の、成績の予想をしているかみたいな話をしていきたいと思います。はい、ということで、まあちょっとうだうだした雑談になると思います。でまあ僕はね、基本的に助っ人外国人選手がそもそも前提として好きっていうところですね。助っ人外国人選手っていうものに対してプロ野球のね、助っ人外国人選手っていうのがすごい好きで、まあ、興味がある。でまあそこからいろいろ数字を調べていって、でまあ助っ人外国人選手がこう来日するってなった時に、その選手がアメリカでどんな選手だったのかっていうのをこう来日する前に知りたかったんですよね。来日して例えばパワープロとかプロスピとかやるときに、助っ人外国人選手の能力が、助っ人外国人選手が追加されて、あ、こんな選手だったんやって気づく前に、その選手がアメリカでどんな選手だったのかっていうのを知ろうっていうところから始まったんですね。そこから、いろいろアメリカの野球選手の成績を調べられるサイトをいろいろ調べていって見ていって、なんかこう、あ、こんなんあるんやっていうので、なんかこういろいろなんか指標の勉強とか、まあいろいろしていって、そこから一番はね、メヒアなんですよね。西武のも、メヒアが来日するってなった時にですね、メヒアの数字、アメリカでマイナーでの数字を見て、これはすごい選手だなと。メヒアは来日しても最高のバッターになる可能性があると、すごいバッターだっていうことで、まあ、メヒアを予想したら、実際メヒア来日したらもうめちゃくちゃ打って、これが嬉しかったんですよね。メヒアが来日して活躍するだろうって言った予想が本当に当たったっていうのが最高に嬉しくて、でそこからいろいろ調べていくことになりまして、そこからね、まあ、助っ人外国人選手これは当たったなっていうのは、まあそうですね、まあ外はね、僕外の来日に関しては活躍するかどうかともかく僕は期待してますと、ちょっと微妙な言い方をしたんですけど、まあだからちょっと当たったとははっきり言いづらいんですけど、ただまあ外が当たってくれてというか活躍してくれて、まあ嬉しいなと思いますし、まあそうですね、他にはメヒアじゃない、マレーロね、オリックスのマレーロが来日する前に、これマイナーの選手の映像をいろいろ、映像と成績をいろいろ見てて、マレーロもし日本に来日したらすごい面白い選手だなと、もし来日したら期待したい選手としてマレーロの名前を挙げたら、本当にマレーロが来日してオリックス入団するということが決まって、1年目ね、本当にすごい活躍で、もう最高やと、もう僕がね、来日前からですからね、来日前にいろいろ調べた結果、マレーロは面白そうだなって言ってた選手が本当に来て、本当に活躍して最高に嬉しかったんですよね。とか、まあそういう思い出とかがいろいろありつつ、まあ助っ人外国人が好きっていう、まあ助っ人外国人沼から、まあ、出られなくなってるっていうのが、まあ現状ですね。はい。でも昔はね、助っ人外国人選手については、なんかパワープロとかプロスピで助っ人外国人選手の能力を再現して、その選手のデータを見せるみたいな、こんな選手ですよみたいなことをやってて、まあそれ何がいいかっていうと、パワープロとかプロスピとかって選手の能力が数値化されるんで、なんかパッと見た時に大体どんな選手か分かりやすいっていうところがすごいあるんですよね。まあそれがね、まあ選手の能力査定とかのまあ面白いところ、パワープロプロスピは能力パッと見た瞬間にこの選手はこんな感じっていうのが一発で分かる。まあ選手の数字ですね、成績の予想の数字だけ見ててもプレースタイルがどんな選手かっていうのは分かんない。まあ、そこがパワープロプロスピは分かりやすいっていう特徴があって、まあよくそういう動画出してたんですけど、まあただね、いかんせん僕ごときがですね、選手の成績、能力ですね、能力を予想するっていうのは、すごくこう、なんか失礼な気もする。査定ってね、何様のつもりなんだという気持ちがだんだん出てきてですね、偉そうになんか選手能力をこうだ、この選手はこうだって決めつけてる、まあ、ちょっとこうなんかどうかなって思うようになってきてですね、まあ、そこがちょっとまあ
そうですね、僕はだんだん、パワープロプロスピで選手、外国人選手の能力の査定っていうのをやりたくなくなった部分なんですよね。なんかねこう自分は神の目線に立ってなんか偉そうに他の人をなんか判断してるみたいでなんか嫌だなっていう気持ちになってきて、でそっからですね、実はメジャーリーグとかでも、来年の選手がね、来年どれくらいの成績を残すかっていうのを成績を予想するみたいなことってアメリカでも行われてるんですよ。でそういうのが、公開されたりするんですよね。だからそれに影響を受けてですね、来日する選手の、成績の予想をしようという、そもそもその成績の予想をする前のその能力査定の段階でこの選手が日本に来たらこれぐらいっていうのはなんとなく計算というか感覚で予想して、その数値に基づいて能力を査定してたんですけど、それをもうちょっと発展させて、なんていうんですか、今まではその感覚でやってる部分が大きかったんですよね、僕は。なんかこの選手はこんな感じじゃないかなみたいな感覚をもとに成績を予想して、その上でパワープロプロスピの能力を作るみたいな感じだったんですけど、それをやめて、そのもうちょっと一元的に選手の成績の予想をするっていうことができないかという、もうちょっとこう一定の基準を使って予想できないかなっていうことで、成績の予想っていうのを始めたと。で基本的にはだから、その今まで日本に来た外国人選手のデータをなんかすごいたくさん詰め込んであるファイルがあるんですけど、そのファイルからだいたいこんなもんかなっていう数字を予想していくという感じですね。でこの予想に関して、予想もね、じゃあ査定と同じじゃないかと、偉そうに人の能力を決めつけているんじゃないかと言われるかもしれないんですけど、やっぱこう助っ人外国人選手って日本に来るときに勘違いされることってすごい多いんですよね。メジャー通算何発みたいなことを言われたりとか、この間もね、アデニ・エチェバリアが井口監督にホームラン20本を期待したいみたいなことを言われてましたけど、あれもエチェバリアってもともとホームランそんな打つタイプのバッターじゃないんですよね。それをなんか井口監督が20発期待したいとか言うと、やっぱファンとしても20発期待しちゃいたくなるんですよね。でもそれってなんか選手にとっては酷なんじゃないのってちょっと思うわけですよ。そのわざわざ遠い異国の地まで来て、でなんかこう求められるプレーが自分のできるプレーと違うっていう、人間はどう頑張っても空を飛ぶことはできないのに、空を飛ぶことを期待されても、いや無理や、そんなことできないよっていう話だと思うんですね。だからその僕がなんかこう能力じゃない、成績の予想っていうのをやっていく上でこう心がけてるっていうか、なんか一番大事にしたいのは、その選手がどういうタイプの選手かっていうことをなんかはっきり伝えていきたいとは思うんですよね。その選手がこうどういうプレースタイルでどういう感じの選手かっていうのが分かれば、その選手にどれくらいの期待をかけていいのかみたいな、どういうプレーを期待するのかっていうのがはっきりしてくると思うんですよね。やっぱりこう人間って失望するのってやっぱこう期待しているからなんですよね。ただその期待値が大きすぎた場合、やっぱ確実に失望しちゃうので、そういうことがないように適切な期待をね、これぐらいの数字が、この選手に期待するのには適切な数字なんじゃないかっていうのをこう予想して、それをもとにこう野球ファンの人たちは野球を応援してほしいな、主に助っ人外国人選手を応援してほしいなとすごく思うんですよね。だからなんか、そういう感じです。はい、僕はなんか助っ人外国人わざわざ日本まで来てなんかね、日本人がねメジャーリーグに行くっていうと、もう A 点というか、やっぱりこうポスティングなり FA なりでメジャー行くときってすごく応援されると思うんですよね。ただアメリカ人の選手がこう日本に行く場合って、必ずしも全員が全員応援されてる、そんなにね応援されるとは限らない。むしろね、なんかあいつはね、そろそろもう
日本に行くやだろうなと、まあ、日本に行くだろうっていうのはある意味こう成功ではないじゃないですか。アメリカの野球界では、アメリカの野球界で失敗したから日本に行って、うん、なんとかして日本での成功をつかもうという、まあ、ある意味こうすごくね、あの決断として難しい決断だと思うんですよね。これを決断、アメリカでの夢を諦めて日本に行こうっていう、日本とか韓国とか行こうっていうのは結構大きな決断だと思うんですよね。そこまで大きな決断をして日本に来てくれてる選手なんで、やっぱそこはね、やっぱり感謝してなんか応援したいなってすごく思うんですよ。助っ人外国人選手のおかげですごく盛り上がる部分もあると思うんですよね。なんか助っ人外国人選手がタイトルを取りまくったりすると結構なんか批判されたりするんですけど、まあ、個人的には別に助っ人外国人選手がタイトル取りまくっても全然僕は関係ないと思ってて、やっぱりそこはね、なんか、うん、わざわざ遠い異国の地でそこまで本気でプレーして最高の成績を残す助っ人外国人選手、めちゃくちゃかっこいいなと思うんですよ。まあだから、そういう感じでね、こう、応援していっていただけたらなって思うんですよ。という感じですけど、はい。まあそんな感じの話です。まあ、やっぱりね、うん、ただまあ予想がね、当たったり外れたりみたいなことは絶対あるので、まあ少しずつね、予想の精度を上げていけるように頑張りたいっていうのと、まああとはね、ちょっと、まあ、その辺をね、もう少し、今年はね、年齢による、変化っていう部分も、加味した成績の予想をしたんですよ。まあ、だから来年、もしくはね、来年までにはもうちょっとね、まあ、実は考えていることが一個あって、これできたら面白いなと思ってはいるんですけど、なかなかちょっとそれを実行に移せてないものがあるんですけど、それを、まあ、やってもう少し成績の予想がね、こう現実的な、もうちょっと精度がね出せるようになってきたらいいなって思ってますね。まあそんな感じで、まあ、ちょっと今後もね、ライフワークとして、僕は助っ人外国人選手が好きなんで、ライフワークとして続けていきたいなと思います。はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ。